こんにちは、マスターピストの中瀬です。今日は今更聞けないペダルストラップの足の入れ方を解説します。まず乗るときにペダルがこの BB の位置から後ろに来ているときに足の先でペダルを触ってやるとひっくり返ります。そうするとスムーズに入ります。足の先じゃなくてこの辺とか触ればいいっていう感じで土踏まずのところでやるとストラップ踏んづけちゃうんで、必ず足先でペダルの先を触ってあげる。そうするとスムーズに入ります。でサドル持ち上げてペダルをレギュラーポジションに持ってきて、ここから乗り出すんですが、この時すでに左足のペダルの位置が一番いい位置、 BB より後ろに来ているので、取り出す瞬間に左足で、ペダルを触ってあげるとスムーズに入るので、取り出してから入れるよりより簡単に乗り出すことができます。やってみます。これ慣れてくるとこういうふうにワンアクションで入るんで、ペダルなんですがやっぱり新しいうちは結構ベアリングが渋いんで回りにくいんで、やっぱりこう当たりが出てきた方が入れやすいんで、なるべくいっぱい乗ってください。これはまあよくあるマウンテン用のフラットペダルです。で往々にして感謝についてるやつなんかはこのプラスチック製で結構安価なものを使ってるので、グリスがかなり硬くって、新車当時はこんなによく回りません。これはもう何年も乗ってるのでかなり当たりが出てよく回るので、なるべくいっぱい乗ってください。でこちらは、トゥークリップの、三ヶ島のアーバンプラットフォームというペダルで、返しがついているので、足入れるときにすごくスムーズに入るのと、これはもう新品のうちからすごいいいベアリングを使っているので、周りがすごくいいです。で、あとはビジュアルで、やっぱりトリック用とかスティーライド用にはこっちのストラップで、でクラシックなNJS っぽい雰囲気を出したいのであればクリップがいいです。でなぜこちらの方が僕らは使いやすいかっていう時に、この足がタイヤとヒットする場面があるんですが、その時にこのストラップの場合足を引けるんで、ここと干渉することが回避できます。この時にトゥークリップは足引いても先端残ってるんで必ずヒットするので、少々慣れが必要になります。まあいろいろペダルも乗り方も人それぞれなんで、自分に合ったいいペダルと乗り方を物色してみてください。慣れてくるとワンアクションで入ります。ワンアクションじゃなかった今。慣れてくるとワンアクションで入ります。もう一回。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。